皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は緊急として、ウクライナがロシアに和平案を2月頃に提示するかということで、この昨日ぐらいに話題になってたので、それが吉と出るか凶と出るかをちょっと見てみたいと思います。今日は5枚引きでいきたいと思います。アメリカにゼレンスキーさんがシークレットで訪れて、でバイデン大統領さんとお話をされて、でロシアとの対策とかを練ってたんですかね。もうロシアとウクライナの戦争もね、1年経ちますからね、もう早く収まってほしいっていうのもありますし、過去に何回も見てるけどなかなかね、進展もしないし、プーチンさんがいつね核兵器を使うのかっていうのもありますし、ゼレンスキーさんが頑張って、でもウクライナこの前見た時に、でもゼレンスキーさんはなんかいい方に動いてくれるって言われてたんですけどね。じゃあ今回はそのウクライナのロシアへ2月頃かな、その和平案を提示するか、それは吉と出るか凶と出るかっていうのを見てみたいかなと思います。昨日はクリスマスだったんですけど、その日でもロシア、ウクライナに攻撃をしてたということで、ね、どうなんでしょう。2月の話なんで、ちょっと先読みになってしまうんですけれども、ちょっと状況変わるかもしれませんけど、このままで今の状況でいったらどうなるかっていうので見てみたいかなと思ってます。じゃあウクライナの和平からの和平案は吉取れるか凶取れるか、じゃあ見ていきますね。複雑だね。でもね、ウクライナの人は結構、ゼレンスキーさんとかはすごい、もう、かなってほしい気持ちが強いなっていうのが出てるんです。これが今の状況で、ジャスティス、正義のカードだから、もう本当に平和を望んでるような感じのカードが出てるのと、それによって、すごい交流が良くなる、ロシアとの交流も、プラスになってほしいっていうのが願望に出てるんです。ただ問題なのが、これがクイーンのワンドのクイーン、棒のクイーンの逆位置だから、反対者が出るんかなっていうのが、家族とかから反対者が出るんじゃないかな。それか周りの政治の人とか、その彼の周りにで関わっている人とかから反対意見が出てくるのかなっていうのもあるし。ただ問題なのが、結果としてはやっぱり、安定しないっていうのが出てるかな。だからちょっとウクライナがちょっと揺らの基盤が揺らいでしまうような感じが、それをしたら出てくるかなっていうのが、今の、あくまで今の状況です。今の状況でこんな感じで出てるんです。で、一応指針か、対策としては棒の銃の正位置が出てるんです。ゼレンスキーさんだけでもう抱え込まないでっていう感じで、もう一人で迷わないでみたいな感じで、だから他の国を、アメリカに行ったけど、アメリカだけ、いろいろな支援はあると思うんですけれども、多分それで彼は結構プレッシャーかけてるのかな。その他の国からのプレッシャーとか、そういう、
すごい支援が多分プレッシャーになってしまうのかなっていうのが出てるから、まあもう 彼だけでもうそんな責めないでっていう感じで出てる感じはしますね。さっき落ちてきたカードがカップの2なんで、まあやっぱりそのやっぱり人と人、まあ国と国とのまあ交流、まあ妥協もあるとは思うんですけれども、本当に感謝が大事だっていうのが出てるから、まあ本当に今の状態を維持できたらなと思うんですけどね。うん、全体的にね、やっぱり月のカードが出てるから、でも本当にこれ全体的に月のカードと運命の輪のカードがテーマになってるから、うん、チャンスだとは思いますけどね。うん、だからもうちょっとね、まだゆっくり、まだ2月まで時間あるからゆっくり考えたらいいと思います。まあ、今日はちょっと緊急ということでこんな感じで出てます。まあ来年に期待しましょう。まあ、今日はこんな感じで失礼いたします。北村でした。いつもありがとうございました。